本日のゲームはイーストローズスタジアムで行われます。この時間は日本対トッテナム、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。このハイレベルな両チームの対戦、目の離せない90分間になりそうです。どうだシュート先制、日本相手に先制点をもぎ取ります。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあトッテナム、この早い段階で先制しました。いやこれはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし、自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね。ゴール素晴らしい。自らの力を見せつけるこのゴール、気迫のこもった1点です。これは素晴らしいゴールでしたね北澤さん。いやきっちり決めてきましたよね。シュート、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。プラティニスルーパスを狙う。もうこれいいですよ。さあエンバペ、これはさあカウンタースピードを上げたいところ。鈴木から宇佐美、これは合いません。宇佐美からのパスはディフェンスが対応。このマッチアップどうなる。裏へ届くか、シュートー、縦に大きく放り込む。このボールはカットされます。アンバス、スペースに出す。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。おっとこれはカウンターいきますね。奪い返します。スルーパスを出す。チャンスになる、シュート決まった、勝ち越し。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの交流ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。プラティニ今日2点目です。さあトッテナム勝利に向けて1本抜け出しました。細かいパス回し、さあ打てるか、ディフェンスこれを読んでいた。これは繋がりません。シュート、いや追加点、連続ゴール、一気に畳みかけます。この決定機しっかり決めてきました。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にすると何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがぴったり合った見事なゴールでしたね。
ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。さあトッテナムリードを2点に広げてリスタート。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。前半31分です。さあここでカウンター、裏へのスルーパス、ラームこのボールをカットします。長いボールを送ります。プラティニからファンバステン、ネドベド、インターセプト、富安、鈴木、さあカウンターを仕掛けます。乾から久保、久保マッチアップのシーン、この辺の駆け引きは注目ですよね。このボール奪いに行きます。プラティニ、さあ左へ預けて、日本がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。シュート、ここは必死の守備を見せます。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。トッテナム、ショート行きましたね。足元大事に行きます。シュート、いやよくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども気迫を感じましたね。富安から前線にボールを送ります。ラーム、ここはつながりません。遠藤、小野、鈴木が受ける。足の切り替えも早いですよ。乾へ、マケレレ、ここは抜かせません。プラティニ、すでにこの試合で2ゴールです。裏を狙っていきます。いやこれはカウンターのチャンスですね。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。日本、前半をうまく乗り切れなかったように見えましたがどう思われますか。失点してから少し集中力が切れていたプレーが目立ちましたよね。負けてる時だからこそ一つ一つのプレーを大切にしていくことが必要になりますよね。日本対トッテナム、ではこの後の試合をお楽しみください。早々とこの後半始まっています。さらに得点が開いてしまうとちょっと厳しくなってしまいますからね。まずは後半のシュート、残ってる、取ってなの、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。来た、乾シュート、さあこぼれた、はい来た、これはどうだ、決めた、日本後半いきなり決めます。いやよく詰めていましたね。いやポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないと反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。エンドブ来た、追加点、追加点が決まりました。これで差は2点。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。そうですね、キーパーはノーチャンスですよね。今のは分かっていても止められないでしょうね。エンバペ、今日2点目のゴールです。さあトッテナム、これで2点差、リードを広げます。トッテナムとしては2点差ついたことで視野も広くなってプレーの幅も広がるでしょうね、はい、この勢いでさらにもう1点取れるといいですよね。乾、このパスを防ぎます。小野、抜きに行くか、プラティニ、スペースへ、マルディーニ、ここはカットします。カウンターですよ。
さあ繋がるか。今のカウンター、数的にも不利な状況でなかなか勇気のいる守備だったのではないでしょうか。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。これを止めます。乾、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。乾から鈴木、鈴木から小野、ネドベド、ここからカウンター早いですよ。ここでマッチアップ、マルディーニ、流れを止めます。カウンターですよ。ブラティニエ、裏へ出るか、シュート、前川の攻めてきた、こぼれた。ちょっと危ないぞこのパスは。さあシュート、おっと、マケレレ、今日の試合でアシストを記録しています。さあ持っていく、さあカウンターのチャンスになります。マルディーニ、このボールに触ります。グバルディオルからファンバッセン、佐々木、このボールをカットします。日本カウンターを仕掛けます。これは積極的なチェック、ネドベド、富安、カットに行きます。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあ鈴木、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトし、ゴールラインを割りました。日本は2本目のコーナSubstitution for Japan, number 14, number 21, number 7, number 33, number 30, 守備陣クリアの対応です。 number 18, number 20, number 11, フリーで受けた、なでるようなボールタッチ、 number 14, ヒロトシネカーテン。そこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。マルティネッリからヤマル、ヤマル、マッチアップのシーン、カウンターですよ。ウバルディオル、トッテナム、ここは時間を使います。佐々木から右へ、さあ一気にカウンター、このパス、中田、これは奪い返します。ヤマルからメッシー、対応します。ここはファールを取られます。これはチャンスだ、今野、ここはドリブルで上がる、体を張ります。どうだ、ここをかわしたった、シュート、ゲット日本、後半アディショナルタイム、リターンを受けての素晴らしいゴール。そうですね、まあ、このワンツー出したと受けての関係性、これは素晴らしかったですよね。あっとホイッスルです。試合終了、4対3、日本1点差に泣くというゲーム。
e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は日本対ブラジル、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。サイドを紹介です。向かって左のエンドから攻めるのが日本、画面右側がブラジルとなります。ここでマッチアップ、主審ファールを取りました。注意に終わりました。ペナルティエリアが近くなってきますとね、やはりどうしてもね、開始早々フリーキックのチャンス、今日最初のチャンスです。この1本目どう出てくるか見ものですよね。チャンス、かわした、スルーパス、ニコ・ウィリアムスからバルベルデ、抜けてくる、シュート、さあこぼれた、ボールはクリア、さあ今日の注目はやはりメッシですよね。彼の名ゴールは数あれど、2015年ヨーロッパの舞台での準決勝ファーストレグ、あの時のゴールも素晴らしかったですよね。はい、ペナルティエリア前から左足を振り抜いたゴールですよね。はい、ゴール右隅に吸い込まれるようなシュートでしたよね。しかもその数分後には華麗なドリブルからのループシュート、相手が転倒してしまうほどの切れ味だったんですけれども、これぞメッシというプレーでしたよね。ちょっとあれは衝撃的なゴールでしたよね。ドリブルからシュートまでの流れが美しすぎますよね。はい、今日のゲームでも魔法のようなプレーに期待です。スペースへ、セルジー・ロベルトからのパスはディフェンスが対応、大迫、さあチャンス、シュート、テアステーゲン、このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本、シュート、遠藤から大迫、シュート、これはよく止めました。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ディフェンス、これを読んでいた。まあクリアが精一杯ですよね。さあここでカウンター。このマッチアップどうなる。さあ持っていく。ニコ・ウィリアムスからカマビンガ、酒井、このボールをカットします。
大迫、日本カウンターを仕掛けます。まだこの前半スコアに動きは見られません。裏へのスルーパス、シュート、テアステーゲン、古川、大迫から小野、シュート、テアステーゲン、いやーキーパーよく止めましたね。ナイスセーブでしたよね。これはニコ・ウィリアムス、いやー少しいい形になりかけたんですけどもね。これは合いません。さあ宇佐美、ボールを受けてチュアメニ、ニコ・ウィリアムス、バルベルデ、セルジー・ロベルト、ブラジルカウンターを仕掛けていきます。バルベルデから左サイド、ニコ・ウィリアムス、大迫、さあカウンターのチャンスになります。スペースに出す、飛び出した、さあ宇佐美、宇佐美、シュート、きた、先制、日本、ブラジルから先制です。ディフェンスにとってはちょっとアンラッキーな失点になってしまいました。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね、はい、さらに畳みかけるのか、一回落ち着いてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。リュディがこのボールに触ります。セルジー・ロベルト、さあバルベルデ、さあカウンターを仕掛けます。抜けてくる、さあ宇佐美、宇佐美、テアステーゲン、クロスが上がる、キーパー、ここで丁寧にコントロール、スペースを狙う、チャンス来た、シュート、決まった、追加点、日本、立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。大迫、相手のチェックを外してのフィニッシュ。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。この時間はモンテディオ山形対日本、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。
さあ前半見ていきましょう。強豪同士がぶつかる90分、トッププレイヤーの共演を堪能しましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。シュート、これはわずかに右でした。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。福森から中村、古川、コスタ、クルタ、流れを止めます。小野、遠藤、さあゴールに向かっていく、こぼれます、奪い返します。ラウール、今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね、スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。このファーストハーフ、最初のコーナーキックは日本。ファンデルファールド、右サイド上がっていく、ポールのとこのパス抜けてくる、コース空いた、うわー曲がる、投げる中央へ、メッシー、ファンデルファールド、うまい、もう一度来た、グリッド、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。坂井、スペースを使う、ここは競り勝ちます。このボール奪いに行きます。日本は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。古川、宇佐美が受ける、コスタクルタ、ここは読んでいました。コスタクルタからアーチのようなパス、富安、さあカウンタースピードを上げたいところ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。マルディーニからフリット、ストイコビッチ、ここでマッチアップ、これ仕掛けるか、さあフリット、さあ抜けた、インターセプトを狙う、ロベルト・カルロス、チームに推進力を与えるサイドバックです。さあシュート、いやー先制、モンテディオ、日本相手に先制点をもぎ取ります。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ山形先制、1対0です。これで試合が動いたので、ここからオープンな展開になる可能性もありますよね。なるほど。リスタート直後はまた点が入りやすいタイミングなので、気を引き締めたいですよね、はい、さあカウンターのチャンスになります。メッシーからフリット、富安、このボールをカットします。フリットから左サイド、さあ左上がっていく、大迫、日本としては前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを犯して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあそれによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。大迫、この辺は人に対して厳しくいってますよね。カウンターですよ。ラウルからメッシ、奪います。
さあ宇佐美、さあここでカウンター、もう一つ前に行きたい大迫、これはなかなかこじ開けられない、ファンデルファールトからのフィード、山形カウンターを仕掛けていきます。さあ左へ預けて、スローインをカット、これは読んでいました。これはファールを取られました。ロベルト・カルロス。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0。日本1点ビハインドという状況で前半を折り返しました。よく戦ってましたけど、攻守のバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを動かしながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしょうね。モンテディオ山形対日本、ではこの後も試合をお楽しみください。後半です。日本としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。シュート、ポスト直撃、丸山このボールに触ります。古川スルーパスを狙う、山形カウンターを仕掛けます。グリマルド、グリマルドからファンデルファールト、インターセプト、古川、さあカウンターを仕掛けます、スルーパス、さあ宇佐美、一旦前を取る、このマッチアップどうなる、この辺の駆け引きは注目ですよね。マルディーニ右サイド上がっていきます。ここもしっかりディフェンスしました。ファンデルファールト、中村パスでつないで攻め込んでいきます。ここからカウンター早いでしょ、スペースを狙うと呼んでいた。日本はここまで全体的にまだシュートが少ないですね。そうですね、前半はあまり打ててなかったですからね。この後半は立ち上がりからもっと積極的に狙っていく必要もありますよね。これは合いません。古川スペースに出す、さあ一気にカウンター、さあつながるか、飛び出した、対応します。今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。ディフェンスを突いて対応しましたよね。ファールで止めてもおかしくないシーンでしたからね。マルディーニからフィリッポ・インザーギ、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。日本としては抑え込まれてますからね、一つ一つのチャンスを大事にしたいところですね。特にカウンターのチャンスを逃さないようにしたいですよね。宇佐美から大迫、渡ります、ボールはクリア。今の攻撃良かったですよね。形は作れているのでこれを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところ。シュート、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。宇佐美カットに行きます。さあ右へ預けて、丸山このボールをカットします。宇佐美に渡る、富安流れを止めます。大迫ドリブルで上がる、ここは笛が鳴ります。この辺はねやはり抜ければチャンスシーンですからね。
さあいい位置です。同点に追いつく大きなチャンスです。直接ゴール、素晴らしい。ここに来て追いつきました。このセットプレー直接ゴールに吸い込まれました。いやきっちり決めてきましたよね。やっぱりこういう選手がいるとプレーが大きなチャンスになりますよね。日本が最後のカードを切ります。スピードのある選手を入れてきたので裏を狙っていきたい、推進力を出していきたいという狙いもありますよね。日本ここで追いつきました。いやいいゲームですよね、はい、お互い選手のレベルも高いので、ここから次の1点に向けてどんな変化をつけてくるのか、そのあたり見逃さないようにしたいですよね。そうですね、日本としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。水戸、樋口へ、これはどうぞ。さあカウンタースピードを上げたいところ、ここは奪います。遠藤、水戸、ジャーメインが受ける。日本としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね、今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。シュート、遠藤、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。前線へロングボール、ビリッポインザーギー、山形絶好のチャンス、ものにできません。いや緊迫した状況が続きますよね。最後まで目が離せませんね、今日のゲームは。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。日本はここクリアで難を逃れます。これはつながりません。フィリッポ・インザーギに渡る。時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。ストイコビッチへ、グティ、止めましたね。そうですね、コースを塞ぐいい守備ですよね。さあどうしのぐのか、イメージはクリアです。このボール奪いに行きます。仕掛けるか、ミドル、素晴らしい反応でした。キーパー急いで蹴り出しましたが、ここでタイムアップ。1対1、両陣営よく戦いましたが決着つかず。
この時間は日本対 AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。イーストボールスタジアムで行われる本日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。このトッププレーヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね。はい、いいゲームに期待したいですよね。富安、小野から宇佐美。このゲームアラウホが出場していますが、彼の攻守にわたる活躍楽しみですよね。そうですね。シュート！いや、今打つ前に一つフェイント入れてシュートコース開けましたよね。うまかったですね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね。今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。うわ、まだある。日本は先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本。どうだこのシュート。いや、もうギリギリのクリアって感じですよね。宇佐美が受ける。自分で行く。キミッヒ、日本は立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。積極的に攻め込んでいる分少し攻勢に見えますけども、両チームともグイグイ来てますから、いつ点が入ってもおかしくないような状態ですよね。これ仕掛けるか。コース入った。シュート、セーフ。セカンド拾えるか。インターセプト。ソン・フンミ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。日本としてはシュートもポゼッションも悪くないんですけどもね、やっぱり最後のところ決めきれていない状況になってますよね。今の調子がいい時間帯でゴール決めたいところでしょうね。カウンターですよ。さあ繋がるか。さあフラッグは上がっていませんと呼んでいた。小野、ビエラ、AC ミラン、カウンターを仕掛けます。中田、中田から宇佐美、一旦後ろに戻します。さあカウンターだ。エンバペ、ここかわす。ドリブルで仕掛ける。シュート、こぼれた。宇佐美、遠藤、キミッヒからソン・フンミン、シュート。あ、ソン・フンミン思い切って狙ってきましたが、わずかに枠を逸れていきました。いや、惜しいシュートでしたけど、縦回転のかかったいいシュートでしたよね。自信もあるんでしょうね。日本、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にシュート、ゴールミラン。日本相手に先制点をもぎ取ります。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあミラン、先制ゴールを決めました。1対0。1点取ったことで試合の主導権を握れますし、自分たちのやりたいことができますよね。はい、ここからさらに追加点が奪えるといいですよね。抜けるか。スピードアップしたいですよ。ここ裏へ届くか。大迫から宇佐美、さあ中田、
ワンビサカ、このボールをカットします。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。来た、これはゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ビエラ、インターセプトを狙う小野、中田へ、キミヒ、カットに行きます。積極的に足を入れてきます。大迫、大迫、前線へ大きなフィードです。ファーストハーフ、アディショナルタイムに入りました。メッシ、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0、日本1点ビハインドという状況で前半を折り返しました。全体的に見るとそれほど悪い前半ではなかったんですけど、一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね。後半はわずかなスペースを見逃さないようにして、そこを狙っていくような形になると思いますね。日本対 AC ミラン、それでは続けて試合をお楽しみください。後半ゲームはスタートしています。リードはシュート、セーフのセーブ、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。ミラン、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうゴール、宇佐美、まあクリアが精一杯ですよね。いやよくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。ソン・フンミン、さあカウンターを仕掛けます。遠藤、中田へ、中田から宇佐美、奪います。ネイマール、さあ一気にカウンター。遠藤、さあカウンタースピードを上げたいところ、宇佐美、マッチアップのシーン、中田奪いに行きます。ワンビサカ、このボールに触ります。ワンビサカからの長い縦パス、このボール奪いに行きます。裏を狙う、これは合いません。日本は現在セカンドハーフ立ち上がりで1点差を追う展開となっています。これについてはどうご覧になりますか。時間的にも余裕があるので確実に追いつきたいところですよね。ここで大事なのは失点しないことですね。後半ですから離されると状況的に一気に厳しくなりますからね。シュート、触った、カット、メッシー、ここは繋がりません。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては負けてはいますけど、シュートは相手と同じくらい打ってるんですよね。まあ、悪い状態ではないですから、最後まで攻めてほしいですよね。ディフェンス、これを読んでいた。危ないシーンでしたが、ここはしっかりクリア。さあ、ともに選手交代があるようです。インターセプトを狙う。ルックマン、裏のスペースを狙う。抜けてくる。スペースを使う。ボールを受けて。抜けてくる。
シュート決まった、追加点ミラン。さあさらに点差が開いています。ルックマンフェイントを入れてシュート、ゴールでした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね。大きなシュートでしたね。ルックマン先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代した。シュートこぼれます。ビエラ、エンド、スルーパスを出す。仕掛けるか。後半ももう3分の2が経過しています。おっとこれはカウンターいきますね。ここでマッチアップ、メッシ、さあここでカウンター、キミッヒ、ルックマンへ。このマッチアップどうなる。さあエンバペ裏を狙っていきます。インターセプト、さあカウンターだ。スルーパスいけるか。エンド、キミッヒ、カットに行きます。メッシが受ける。セカンドボール拾いたい富安。このディフェンス、いやこれはカウンターのチャンスですね。さあつながるか。アラウホ流れを止めます。自分で行く。さあ勝負、シュート決めた日本。これで1点差まで詰め寄りました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあ日本これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。まだ急げばチャンスありますよ。スペースを狙う、どうだ、シュート。日本としては残り時間なくなってきましたからね、素早くボールを奪ってシュートまで持っていきたいですよね。アラウホこのボールをカットします。キーパーから前線へ、これは積極的なチェック。今野ここで前を向けるか。どうする、レフリー試合終了のホイッスル。2対1日本。1点を争う緊迫したゲームでしたが惜しくも敗れてしまいました。